どうも皆さんこんにちは、フレームチャンネルへようこそ。前回ですね、スペシャライズドの最高級クロスバイクを紹介したんですけども、まあスペシャライズド紹介したらこっちも紹介しなきゃでしょうということで、ご用意しましたこちらです。スペシャライズドときたらトレックもやるでしょうということでね、トレックの FXS6、 トレックのクロスバイクの中でも最高級のクロスバイクになります。価格が税抜き25万5000円、ね、税込みにすると約30万近くする、こちらもかなり高級なクロスバイクになります。まあ、なんといってもこちらはフレームからフォークフルカーボンです。こちらもフルカーボンということでね、かなり高級感があるんですけども、フレーム、フォーク、そしてこちらシートポストもフルカーボンになってます。クロスバイクスペックとは思えないクオリティになってますね。足回りはですね、堅実ですね、トレックらしいなと思います。105で固めてます。クランク、そして、フロントディレイラー、リアディレイラー、それぞれ、105でまとめております。間違いない変速性能が期待できるんじゃないかなと思います。ホイールもボントレガーのホイールがついております。ブレーキはディスクブレーキの油圧のディスクブレーキになってます。マウンテンバイクでおなじみのこのスルーラスクル性能になってますね。間違いない固定力、そしてずれないので調整も必要ない、まあ楽ちんっていうことですね。で全体的にですね、こうマットな仕上げになってます。はい、個人的にはこのマットブラックっていうのはやっぱかっこいいですね。はい、ハンドル周りいきましょう。ハンドル周りなんですけども、テクトロのディスク油圧ブレーキのキャリパーがついてますね。変速も重速に対応してます、もちろんですね。はい、グリップですね、これもまたこう衝撃吸収のいいエルゴグリップなんですけども、中に1個入ってて上からもう1個つけてます。なんで、すごいプニプニしてるんですよね。触り心地がすごくいいです、握り心地がいいですね。でトレックに関しては、こちらですね、このアイソスピードシステムといって、ロードバイクのドマーネというエンドランスロードがあるんですけども、そのドマーネの技術で使われるようなこのアイソスピードシステムがこのクロスバイクにも使われてます。 BB がギューンとこうまっすぐこうなってるんですけども、でここでこうガチャンってつなげることによって非常によくしなります。衝撃吸収に性が優れているので非常に疲れにくいのかなと思います。でこちらですね、ディオトレトラップといってですね、まあトレックの独自のものがついてるんですけども、まあこれ何かというと、もうフレームの中にですね、速度計とかを測るためのものがもうついてます、この中に。なんであとは例えばそうですね、フィットネスアプリとつなげることによって速度がこう自動で送信してくれると、そんなようなシステムが最初からついてます。ケーブルは内蔵式なんですけども、クランク側にはケーブルが見えないようになってます。ブレーキとかシフト系は全部こっち側にこう入れてますね。なんですごいこう見た目が美しいですね。はい、普通だとだいたいこう両方にこうシュッとこう入るんですけども、まあおそらく一番目に映るこのクランク側には何もケーブルが見えないようにしてる、この心遣いが個人的にはかなり燃えますね。ペダルはもうちょっと外しちゃったんですけども、これ借り物なんで外しちゃったんですけども、乗った感じはですねやっぱりいいですね。加速よし、衝撃吸収よし、これクロスバイクでいいのっていうぐらいすごい乗り心地が良かったです。なんでも最強の街乗りバイクとしても使えるんじゃないかなと思います。まあ、前回のフルカーボンルーベクロスバイクバージョンみたいなことを言いましたけども、こっちはもうフルカーボンドマーネクロスバイクバージョンといった感じですね。それぞれ衝撃吸収のやり方は違うんですけども、非常にこう、まあ、最高級クロスバイクというだけあって乗り心地は下手なロードバイクよりもいいですね。はい、ということで、ケタさんでした。ぜひね、面白かったと思う人はね、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではどうも。